TGV アイリス320は、フランス国鉄の電気機動総合試験者である。アイリスはフランス語で、目を意味する。SNCF では、LGV 区間の河川、軌道検測車両として1988年に、メルシンが導入され、営業用 TGV 編成に蘇生された上で、使用されていたが、高速化に対応した、高精度な保守を行う目的で高速試験車。 MGV の導入が検討され、代替車両として TGV レス第4530編成を改造した Iris320 を2006年に導入した。年間20万 km の検測走行が可能で、SNCF の LGV 区間、在来線区間に加えて、ベルギー国内の高速新線の検測にも対応している。 LGV 東ヨーロッパ線などでは時速 320km での計測走行が可能である。編成にはカメラ20台と150個のセンサが搭載され、軌道や河川の状態、信号通信設備、トンネル区間通過時における列車への圧力状態などが測定される。測定された各種のデータは正常、危険、緊急に分類され不良箇所の情報は、 関係部署に即時に送信され、データを元にメンテナンスが施される。データと共に GPS により列車の位置の確認も可能である。運行時には運転士2名、技術者7名が乗務する。車体外装は搭乗時は写真の通りのカラーであったが、後に TGV ルリアに似たカラーリングに変更されている。ありがとうございます。